ヒカルジーニョことヒカルド・カバウカンチ・メンデスは、ブラジル・サンパウロ出身のサッカー選手。KS ウッチ所属。ポジションは FW。e c さんと、アンドレの下部組織から、トップチームに昇格。2010年に、モジミリン EC に移籍。翌年2月に、ポーランドのグルニク・ウェンチナに、半年の期限付き移籍で加入。その後、ビスワプーツクに完全移籍した。 2013年7月1日に、モルドバの FC シェリフティラスポリに移籍金35万ユーロで移籍。2014から15シーズンは、前半14試合で11得点の活躍をしたが、FC ベリスと FC コストウレニがリーグから撤退するとこれらとの試合結果は無効とされ、自身の得点も2得点が抹消された。このシーズンはそれでも十五試合二十得点の結果を、 残し、得点王に輝いた。2016年1月21日に UAE のアルシャールジャに期限付き遺跡。同年7月5日にシェリフティラスポリに復帰した。2017年6月16日に2年契約でセルビアのレッドスターベオグラードに加入し、背番号は89番を選んだ。UEFA ヨーロッパリーグ2017から18。 予選のフロリアーナ FC 戦で先発し、移籍後初出場。UEFA 主催大会を中心に出場し10試合1得点した。ものの、怪我のため同年12月に契約を解除した。2018年1月11日に1年半契約で、ロシアの FK トスノに加入。同年のロシアカップでは優勝したが、自身はベンチからの出場であった。2018年7月18日、 フルスノビスはプーツクへ6年ぶりに復帰し2年契約を締結した。2020年1月16日、ホール・ファカン・クラブと契約し、UAE に復帰した。2021年2月6日、KS ウッチと3年半の契約を締結し再び、ポーランドへ舞い戻った。ありがとうございます。